皆さん、こんにちは。こんばんは。レクセンリン講師の金城です。えー、令和元年度、診断士一次試験科目別、解説動画、えー、中小企業形成策の解説を行いたいと思います。えー、よろしくお願いいたします。今こちらご覧になっている皆さんは、えっ、ー、とフォーカスのテキストの。えっ、ー、と、なんだ、特典動画だったりだとか。 確か講座についている解説動画だと思いますが、えっと他の6科目とこの中小はちょっと位置づけが違います。で、他の6科目の先生方は、その令和元年の本試験の中から、まあ重要なところ、まあ、多分ピックアップしながらの解説をされると思うので、まあそこはもう本当に受験科目をしっかりと押さえていただいて、で、中小の場合はですね、 まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもあの過去問がほぼ使えないんですね。ですのであのまあ見なくてもいいよって言っちゃうの方なんですけどもまあまあとはいえですね一応特典動画ということもありますのでえっ、ー、と中小の勉強の仕方っていうんですかねそこら辺を中心にちょっと話をしていきたいなと思います。ななのでお時間にしてもうそんな そんなに長くはならない予定ですので、はいえー、お時間の許す限りお付き合いください。で改めて、えっと、まずこの中小企業経営政策という科目についてはこの名のとりですねでこの経営分野というのが中小企業白書から出題されるんですね。 でこの白書というのがまた毎年毎年新しいのが出るので当然もう過去問は使えないということになります。で皆さんが、えっと、令和2年度に受験されるという前提で申しますとじゃあ試験はどこから出るのか、えー、2019年2019年版の中小企業白書と小規模企業白書から出題される とでうんと今年のこの令和元年の白書の出方を見るとですねまあ非常に例年よりもいやらしい、えー、細かい重箱の隅をつつくようなあとは細かい数字が問われたり、えー、順番が問われたりなどなど、えー、形式としていやらしい。 はい、しかもうんと白書の本文というよりもコラムから出されたりとかねまあ多分出題される方が変わったんじゃないのかなと思います令和元年から。なのでやはりこう予想通り中小企業経営政策の科目合格者数が一番少なかったんですよね。やっっぱ一番出来が悪かった とということになると思いますなのでんと皆さんが受験される令和2年以降まあこれはどうなるか分かりませんがやはり攻略するためには白書よりも施策後半の施策部分で点を取るというのがまあセオリーになるでしょうね。でこのあとまああの施策の話は細かくしていきますけれどもなので白書については あのベーシックのテキストで多分私同じ話すると思うんですけれどもあの大まかなトレンドとかね、まあ、そういったものを抑えるあと,、えー、とフォーカスのテキストに載っているこう青い文字のところを中心に押さ、まあ、えるあとは、えー、トーレンとか模試で、えー、必要なポイントをチェックするでぐらいしか 対策のしようがないというのがもう実際もうぶっちゃけそういうことになります。ですので、うーん、白書はあんまりね、学習のコストパフォーマンスが良くないと考えてます。だからこそ確実に点が取りやすい施策ですよね。で、毎年必ず出るものとか、 まあ2年に1回3年に1回出るというものとかですね非常にまあ品質の試作がございますで、フォーカスのテキストにも載っているのはもうほとんど出題される可能性が高いものばっかりですねなのでまずそこを覚えるというところから入っていくということになりますがまあ、本試験で実際にまどんな感じで出るのかというところをですねちょっと見ながら行きたいなと思います で令和元年の13問目、えっと、中小企業基本法についてということであのここから先が、えー、施策ということになります。で必ず出題されるのがこの中小企業の定義ですねで今回は中小企業だけが問われましたけれども、えー、場合によってはこれ。 小規模企業の定義と組み合わせして出題されることもありますよと、まあ、解説の方ね、えー、製造業卸売業小売業サービス業それぞれあって資本金基準と従業員基準とどっちかが満たしていればいいですよということでねあのこれも数字の覚え方とかあのフォーカスでやりますのでで、えー、小規模の場合は20の5ということでねこれは 必ず出ます。毎年必ず出るので、覚えていただくと。これ覚えさえすれば、2点、3点取れるわけです。はい。こんなに楽に点数取れるのは、多分、診断士の試験の中で一番確実に点が取れる問題だと思います。なので、これ確実にマスターしましょうね。はい。で、あとは、まあ、中小企業基本法のですね、あの、まあ、 今回出たのが基本方針が問われましたけれどもあのそういった法律の体系が問われたりすることもまああります。だから条文の部分とかですねあのテキストに載ってるところ、えー、青文字中心にしっかりと覚えておくということでまずこの第13問ですね中小企業基本法についての問題はもう毎年出るので確実に押さえておいてくださいと。 はい、まあ、こんな感じであの一言コメントをパッパッパッとやっていきますそれから第十四問はいこちら計画、えー、新支援事業はいこれもほぼ毎年出るものですで出方としてあの何がで出てるのか何が問われてるのかっていうのを確認してほしいんですね例えばこれを見ると、えー 計画心支援事業に該当するのはどんな取り組みですかって聞かれてるわけですよつまり計画新事業と認められる取り組みはを選びなさいってことでしょそれから、えー、文中の下線部に関する具体的な支援内容ということで、まあ、この計画新支援事業の支援内容どんな支援がありますかとつまり聞かれてるのは対象となる事業と 計画心を認定取ったら、どんなご褒美がありますか。ご褒美の内容が聞かれてるわけですよね。だからそこを覚えとけばいいと。はい、そういうことになります。で。まあ、今回出たのは取り組みと、えっ、ー、と、ご褒美ですけれども。それ以外に経営革新で、まあ。<laughs> よく出るのが。あの計画心の。認定を取る際の。うんと、数値目標。ですね。はい。えー、付加価値。 とか経常利益率の伸びはどうなってますかとかねそのあたりのパターンですね、えー、だいたいそこら辺を押さえていただくとまあ、これもあの細かい内容についてはフォーカスの講義の中で言ってますのでなので試作ってどこが問われたのかというところを押さえてあとは覚えるだけですこんな簡単なことはないですねはい。なので、えー、第14問これでもう5点取れるわけです はい、どんどんこう稼いでいくイメージですかね。はい、なので、まあ、多分令和2年度皆さんが受ける時には計画心の多分公式とか数,数値目標とかその辺が出るんじゃないのかなというふうに予想されます。とかトーレンでやってくださいじゃあ次第15問いきましょう。 ものづく、ねはい、り商業サービス生産性向上促進補助金ということであのものづくりに関してはですねまあ必ず1問でますものづくり高度化法絡みだったりだとか今回のようにこのものづくりの、えー、商業サービスの補助金とかですね。で基本的には、 ガイドラインの内容が問われたりだとかさっきの計画心と同じく、えー、数値目標が問われたりだとかですね、えー、そういったところが多いですねあとは補助金の金額が問われることもまれにあります今回問われませんでしたけれども、えー、金額が問われることもありますのでそこも合わせてチェックされるとよろしいのかなと思いますですね んで、これで5点取れるわけですよね。だからガイドラインを知ってるかどうか、あと、え数値目標、えー。付加価値額3%と経常利益1%ですよね。はい。これは計画心と全く一緒なので、余裕で取れると思います。はい。押さえておいてください。いいですかね。ものづくりもよく出ますね。 えー、16本目、ジャパンですね。ジャパンブランド育成支援事業ということで、まあ、こちらは何年かに1回出るというものなんですけれども、要は、日本のブランドをね、海外に、えー、展開していくにあたって、じゃあ、戦略を立てて、で、実行、3年間にわたって補助金を。だから、戦略を立てる1年目の補助金と、えー、実行段階の3年間の補助金という、まあ、枠組み、 の中であのちょっとずつですね毎回数字が変わったりするんですよただ要するにジャパンブランドとしてねまあ商工会や地域のそのブランド地域の4社以上のね中小企業が一体となってブランドとして売っていくぞとはいそれに対してお金を出しますよとでちょうどこう去年変更があったんですよねだから元々その戦略策定段階 定額補助だったのがあの補助率がついてしまってなのでまあまあ実質減額されたということでまあ出るでしょうって、まあ、去年予想してた通りでまさに今回出たということなのでだから皆さんが受験される令和2年度に出るかなっていうのはちょっと微妙かもしれません、はい、ただジャパンブランドはあの定番なのでね、えー、ブランドとして <coughs> 海外に売っていこうと。 いうものですのでですスキームをねあの図をよく見て覚えておくというふうにしていただければと思います。これでジャパンブランドで何点だこれで4点取れるわけですね。はい、それから17問目小規模事業者持続化補助金ということで。 うーんこれは時事ネタ的な要素が <laughs> 強いですね、うんと。要は小規模企業に対して、うんとまあ、ちょっとした販路開拓。だから看板を新しくしましたとか、内装工事しましたとか、えー、お手洗いを洋式あ和式から洋式に変えましたとか、まあ、そういったちょっとしたこの えー、販路開拓売上拡大につながる取り組みに対して50万出しますよという商工会商工会議所のもと、えー、で行われるんですがうんとまあまあ結構診断士の皆さんが関わってるこの補助金のね申請とかっていうのをよく聞きます。でまあ、私なんかもこの フォーカスの講義の中でもしくはステップアップアドバンスかなんかで言うと思いますけども私自身もこの持続化補助金にかかったことはありますのでまあ講義の中でその辺りの細かい話はまたしましょうなので補助金なのでうん令和2年度出るかどうかっていうのはちょっと微妙です <laughs> 微妙なんですけども何が問われるか問われ方ですよねだから計画ってどうやって作りますかってねいう部分 はいまあ、実際にこれさっき言ったように商工会商工会議所のもとでということでだからこの対象のところを知ってるかどうかあとは取り組みこれもどんな取り組みなのかってさっきの計画心と同じパターンですよね、はい、計画の取り組みとして何ですかと、はい、さっき言ったようにまあ売上につながる販路開拓ということですよねこういうポイントポイントを押さえとくだけでえこれで何点取れるこれで5点 美味しいいですね、はい、みたいな形でしょうかね、はい、なのでうん持続化補助金は2年連続出るかどうかちょっと正直微妙なんですけども出たらラッキーですね。はい、から18問目、えー、と新装業種制度ですね久しぶりに出たかなということで、えー、まあこれもあの 新創業融資制度とかあと、まあ、さっきの持続化補助金もそうだしあと丸系とかねこういうあのスモールスタートアップに使えるような、まあ、お金絡み補助金絡みは確実に抑えといた方がいいかなと。で新創業ということで、まあ、当然新しくビジネスを始めようとするわけですからじゃあ対象者は誰ですかとかね。 あとはいくらまで貸してくれますかとか、えー、担保と保証はどうなりますかとかね、まあ、そういったような貸付条件が問われたりすることがまあ多いです。で今回は貸付条件がまあ「保証人がどうですか?」とか「担保がどうですか?」とか「限度額いくら」って、まあ、定番のね、えー、条件が問われるのと同時に、えっと、珍しくこの手続きの要件が問われたと。まあまああの,10分の1 以上の、ね、自己資金を持ってますかという、まあ、要するにあのこれですねでうーんと昔はねこれ実は2分の1だったんですよ分の、うん、だったのが徐々に徐々にこうハードルが下がって今10分の1に、えー、なったということでまあそこが、まあ、出ましたよと、まあ、これも基本レベルですね、えー。これで合わせて4点取れるのかいいね。 はい、<laughs> それから19問目はいえー、と「倒産防止共済制度」まあ「セーフティー共済」という愛称で呼ばれてますけれどもね「はい、倒産防止共済制,制度」とこの「共済制度」「フォーカス」の中でも取り上げてありますけれども誤算3つありますこの「セーフティー共済」のほかにも「小規模企業共済」とか「中小企業退職金共済」 っていう,ふうに3つの教材制度あるんですねでこの3つが順繰り順繰りに出題されてます過去問では。なので当然これ3つセットで覚える必要がある。だからそれぞれの共済の制度の特徴であったりだとかねどういった仕組みなのか対象者は誰なのかねか小規模企業共済はやっぱり小規模企業が対象ですよと、まあ、組合の役員とかも含まれるけれどもでいくらですよとかね はい、で今回のセーフティー共済は1年以上事業,がおこ事業を行っている中小企業が対象になりますよとかあと、えー、中小企業退職金共済は退職金を作りたい中小企業が対象になるよというふうに対象者が違うでしょ。あとは、えー、金額うに対象者で掛け金の金額の違いだったりだとかそれぞれ、えー、小規模企業協がは小規模企業の経営者の対象金だし 中,中小企業退職金共済は、えー、従業員の方の退職金制度で直接支払われるしでこのセーフティー共済は、えー、連鎖倒産を防ぐために掛、はい、け金の10倍までを限度としてこの今月基礎になった部分を、えー、無担保無保証無利子で貸していただけるとただし手数料取られるよとかこういうふうにもう細かいポイントを覚えちゃうだけです。 はい、で対象が、えっと、基盤整備機構がやってるのと中,金中小企業退職金共済機構がやってるのと独立行政法人ねどこがやってるのかとかだから引っ掛けポイントがたくさんんあるんですよなのでこれはもう自分でこ,うこれ講義の中でも言いますけど表を作っちゃうのが一番です。はい、表を作っちゃってで自分でこの対象者は誰だとかねどこがやってんのかとかいくらなのかとか表を書く。 それがもう一番ですで。必ず出ます。3つのうち1つ。ですので、皆さんは確実に抑える、はい。そこをよろしくお願いします。えっ、ー、と、このセーフティー共済で3点取れるわけですね。はい。で、第20問が模倣品対策支援事業ということで、この20問、これは点取れないです。えー、正答率見てもらうとわかるんですけど、 これさっきの退職金協賛の場合、あごめんなさい、えー、倒産防止協賛の場合七十パーセントの正答率でしょ？この模仿品対策事業なんてほら三十パーセント、二十パーセントですよ。だからこれ事前に準備できていた受験生いないってことです。これだってもう山間でね四分の一で当ててるわけですから山間ですよ。で私もまさかこんなのが出るとは思わないです。 だこれはもう100点を取らさないための問題ですから、当然、えー、来年出ることもないですからね。これやんなくていいです。はい。こういうのもありますよと。で、同じく21問の伝統工芸品産業の振興に関する法律、伝算法とかね。これも、はい、えー、この正当率、見ていただくと、はい、20%。ただ、 説問の2だけはね非常にこうまあ89%というふうに高い数値になってますけどこれはものすごく分かりやすかった。あの経費のの補助を受けられるのはどれるどですかということで一番不適切なものということであの雇用調整に補助金が出るっていうのは誇張金雇用調整助成金とかですね別枠があるのでこれは出ないここではこの雇用調整に関して 補助は出ないですよね後継者育成とか需要開拓人材育成などはまあよく補助金であるんですけど雇用調整ってもうないです雇用調整助成金とかじゃない限りだからこれは普段ちゃんと勉強してる人はいやー見覚えないなーってことで消去法で多分雇用調整を選んだところをやっぱり8割近い人がまあ選べたんじゃないのかなこれもだからたまたまですよね。うん という形ですだから今回の令和元年の問題で、えっと、20問と21問はこれはもうあの解けない問題です、はいえー、対策もする必要もなしやらなくていいということになります。はい、たまにだから23問あるんですよねこういう100点取らさないための問題ね。 で22問が「戦略的基盤技術高度化支援事業」ということで「はい、これはものづく出ます、えっと、作り高度化法」絡みでやっぱりものづくり高度化法の認定を受けた、えーまあ、中小企業、ね、がこの得られるこの補助金という形で「ものづくり高度化法」絡みで一緒に覚える。 必要があります。これは、あの、出題可能性十分ありますので、しっかりとスキームを押さえておいてください。それから。二十三問目、えっ、ー、と、景況化法ですね。で、これは法律の名前が、まあ、あの、穴埋めさせるんですけども。まあ、強況化法ということで、あの、テキスト等でね。この。図をやっている受験生であれば、もうすぐ解ける。という問題で、今後も。 出る可能性十分ありますのでしっかり学習しといてくださいですね。景気化法スキームです。それからこちらも、えー、対策が難しい、えー、地域未来投資促進法による支援ということでこれを事前に対策できていた受験生はいないと思いますが、ただこの川上川下とかね地域とかこれあの。 穴埋め問題になりますので,で地域未来投資って書いてあるから、まあ、地域でしょっていうのはもう大体分かるわけですよ。うんね、で、えーまあ、地域経済の。ということでこれも答え A なんですけどももうそのまんまですっていうことでここはやっぱり素直に考えた人はもう7割取れてるとここはもうだからもうサービス問題というかな何なんでしょうねだからこの出題者がよく分からないんですけどもまあ説問1はまあ うん、素直に穴埋めすれば深読めせずにね取れたんですが説問の2はやっぱり取れないですよね、えー、正答率30%ということで「知らないよこんなの」という受験生の皆さんのですね声が聞こえてくるようなまあそんな問題支援内容具体的な支援内容が問われたんですけれども、はい、これは事前に対策できていた受験生はいないと思いますなのでまあ試作今ザーっと令和元年の見ましたけれども まず事前に対策ができないのが、えー、マ,ーマークが全部で21マーク21個マークがある中で3つかな事前対策ができない、まあ、3つ4つは必ずまあしょうがないです100点を取らさないと。山間で解かなきゃいけないのが、まあ、3, 3つぐらいマークありますけれどもそれ以外の18マークは確実に取れるわけですよ。 こんなに点取りやすい試験ないですよ本当に。なので、まあ、18マークだいたい1問あたり2点とか3点なので18マークしっかり取取るるだけけでで点以上取れるわけです、ね、なのであのぜひぜひまずこれからね中小をやっていかれる方はこの過去問動画というのはもう過去問の解説というよりもこれからどう勉強していくかという部分で試作です。 試作に全力入れてくださいで白書は後回しで結構ですからねそういった形で、まあ、その辺りの勉強法なんかについてもで白書の勉強法についても、まあ、私の講義の中でまた言ってますので、まあ、そちらをまあご覧いただければと思います、はいまあ。とりあえず今回はこの科目別の解説動画ということであまりダラダラ喋ってもしょうがないのでねあの他の科目の先生の講義しっかり聞いて。 えー、頑張っていただければとで中小は本当に試験前の2ヶ月ぐらいから始めても間に合うのでなので、まあ、ゴールデンウィークぐらいからやれば十分間に合うので安心してそれ以外の今はね科目の勉強時間がある人ねそれ以外の科目に注力して頑張ってください。 はい。というわけで、えー、令和元年度診断士一次試験科目別解説動画、中小企業形成策はここまでにしたいと思います。また、えー、フォーカスー、ベーシック講座等の、えー、講義の中でお会いできればと思います。では、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。